お、そうなんだ。ケイちゃんの親、帰ってきたんだね。栄養剤臭がプンプンして、目は充血してて。どうも、丸二晩徹夜で相当の修羅場だったらしい。大人は大変だ。ケイチ君のお父さんって画家さんだったかな。画家さんも大変なんだね。そういえばそうでしたわね。一度どんな絵を描くか拝見したいものですわ。結局うちを開けたのは二晩。短い攻略期間だったね。で、ケイちゃんは異中のキャラを攻略できたのかな。両親不在はギャルゲー主人公の基本だしね。好感度をいっぱい稼いでちゃんとフラグが立ちましたですよ。これでケイチ君ももう自炊しなくても良くなっちゃったんだね。昨夜は何を作ったのかな。かな。昨夜はうん、野菜炒めを。おお。ケイちゃんも少しは料理らしいものを作れるようになったじゃない。美味しくできたかな、かな。レナさん、暑苦しいですわよ。なんで私にベタベタくっつきますの。美味しいご飯に仲良くお皿を洗いっこなのです。いいのいいの。えい、暑苦しいと言ってますのよ。何の話？そうそう、みんなさ、今日の午後に予定はあるかい？ないよね。あるわけないよね。お仕事ですか？ついてないのです。何の仕事でございましょうね。お父さんの画家の仕事のお手伝いとか。お父さんの絵のモデルになるとか。モデル？ないない、それだけは100万積まれても絶対にない。はうー、やめて。
まあ愉快な妄想は置いといてだ。とにかく俺にはちょっとお昼に仕事がある。それが終わってからの合流でいいならオッケーだぞ。お昼に仕事？おお、そりゃなんだかかっこよさげじゃない。なになに、ひょっとして各界のVIPとの会食？ビジネスランチとか？実に悲しいことだが正解だ。ではこれは利発そうなお子さんで。愚足の圭一です。圭一、こちらは出版社の本田さんだ。そしてこちらは印刷会社の井上さん。ご挨拶しなさい。どうもこんにちは。息子の圭一です。父がいつもお世話になっております。圭一君もお父さんのように絵は描かれるんですか？圭一君の絵もぜひ拝見したいな。圭一君もお父さんに指示してしっかり勉強すれば、きっとお父さんのような素晴らしい作家になれますからね。あの、ここだけの話ですけど、親父ってそんなにすごい画家なんですか？それはもう本当に素晴らしい作家さんなんですよ。そうですか。それは良かったです。購入制限はないし、ファンサービスはするし、ファンレターには必ずお返事をくれるし、世間のニーズもちゃんと汲み取っていて研究熱心。靴下は脱がしたら絶対に NG。 それはメガネや制服だって同じなんですよ。そこを前原先生はよく理解している。イベントは参加ごとに必ず壁で大行列だし。あのすみません、絵ってのは壁に飾るものじゃないんですか？そんなことはない。初めは誰もが島中から始めるんです。そして島角、大通りの島角と階段を登って、そして至る頂点が壁なんです。あなたもぜひ前原先生と合体で出展できるような大作家になってくださいね。応援していますよ。
圭一、電話よ。お友達から。もしもし、俺。もしもし、俺。なんて挨拶はございませんですわよ、圭一さん。もう少し言葉遣いをお勉強なさいませ。なんだ、さとこじゃねえか。お前が俺のところに電話してくるなんて珍しいな。大きなことを言ってる場合ではありませんのよ。それよりも圭一さん、あなたいつになったらこっちに来れますの？わ、悪い。こっちもなんだか長引いちゃってさ、なかなか解放してもらえないんだよ。俺も早く部活に加わりたいんだけどさ。違いますですわよ、圭一さん。今日は部活ではありませんわ。実践ですのよ。実践？なんだか穏やかな話じゃないな。どういう状況なんだ？詳しくは会ってからの説明にいたしますわ。とにかく絶対的な危機なんですぞ。このままでは負けてしまうでございますわ。おう、わかった。すぐに火星に行くぜ。場所はどこだ？沖宮小学校のグラウンドですわ。駅まで来れば看板があるからわかりますですわよ。とにかく大急ぎですの。わかった。すぐ行く。武器も持って行った方がいいか。金属バットでも持っていくか。金属バットをお持ちですよ。それは心強いですわよ。お待ち申し上げておりますですわ。お、圭一。探したんだぞ。こちらの出口さんがな、ぜひ次のコピー紙で。そんなことよりバットないかな。金属バットなければ長物なら何でもいいや。な、長ければ何でもいいなら父さんのゴルフクラブが物置にあるぞ。サンキュー。それ借りるよ。俺ちょっと友達のところに行かなきゃならない用事ができちゃったんだ。ごめん。ちょ、ケイチ待ちなさい。
ぱいいっぱい急いだですね。すまん。沖宮小学校ってのはどこだ？ご案内しますです。ついてくるですよ。急に佐都子に呼び出されたんだが、一体どういうことになってるんだ？はじめはこちらが優勢だったのです。ところが途中から向こうが助っ人を入れてきたのです。ズルなのです。みんなバッタバッタと打ち取られましたのです。歯が立たないのですよ。とにかく詳しい話は後だ。時間がないんだろう。急いでくれ。お任せなのです。メンバー総掛かりで勝てない？一体そりゃどんな化け物なんだ？すごいのです。敵は正統派なのですよ。もう圭一だけが頼みの綱なのですよ。行くからな。俺がまとめてぶっ潰してやるぜ。ついてこい、リカちゃん。男前原圭一のバンプ不当な大活躍を見せてやるぜ。わあ、圭一がとても頼もしいのです。ゴルフクラブで大暴れなのです。圭一、どうして今日はゴルフクラブなのですか？仕方ないだろう。俺も最初はバットの方がいいと思ったんだが、うちでバットなくってさ、素手よりははるかにマシだと思ってせめてゴルフクラブを持ってきたんだ。偉い偉いのですよ。圭一をなでなでしてあげますです。ゴルフクラブで大暴れが楽しみなのですよ。おい、ふざけてる場合かよ。え？抜けた。あれー、二塁いけるぞ。二塁
ケイチくん来てくれたよ。遅い遅い遅すぎですわ。油を売るのはガソリンスタンドだけで十分でございますのよ。その前原くんって子は本当に助っ人になれるんですか？相手はあの強豪校のエース左腕の亀田くんですよ。甲子園クラスの投手を打ち崩せるなんて一体どんな助っ人なんです？大丈夫です。圭一くんならきっと逆転させてくれますよ。本当に頼もしい人なんです。目じゃないですのよ。あんな球楽勝でバックスクリーンを越してくださいますわ。前原圭一だ。写真写真。駅で会った時野球だって教えてくれなかったんだよ。そうすりゃ赤っ端を書かずに済んだのに。ニッパー。
というわけで、これはお仕置きだ、レナ。何があったかは存じませんけど、リカが自業自得のようですわね。ああ、俺も最近ようやくリカちゃんがただ可愛いだけじゃないと悟ったぞ。はー、制服に許可をもらったんだよ。お持ち帰り。ところで、サトコ、緊急の呼び出しってのは野球ってことなのか？ええ、そうですわ。ご家族でホームパーティーだったんですって。悪いことをしましたわね。でもこういう時は家族よりも仲間の危機の方が最優先と決まっていますのよ。それで、その危機的状況というのはどんな具合なんだ？6対7ってことは、負けてるのがうちのチームってことか。ん？9回の裏で、ツーアウト？なんだなんだ？この試合ほとんど終わりかけてるじゃないかよ。圭一さんがもっと早く来ればもう少し余裕がありましたのよ。ここまで引き伸ばすのにどれだけ苦労したと思いですの？分かったよ分かったよ、悪かったよ。で、俺の仕事はなんだ？ピンチヒッターでもやるのか？ならば任せろ。こう見えても俺、引っ越す前は結構バッティングセンターに通ってたんだぞ。親父がうさばらしに行くときよく付き合わされてさ。ミートバッティングだったらそこそこの自信が。ちょっと待て、おい、今の凄まじい剛速球は一体何だ？驚いた？うん、あれ本物の甲子園ピッチャーなんだよ。スポーツ新聞でも有名な高校野球のエース、左腕の亀田君って知らない？悪いけど知らん。で、ミヨン！お前、なんだよその格好は。途中から来た圭一くんには最初から説明がいるよね。お、なんだ、リカちゃんはもういいのか？うん、帰りにいっぱい楽しんだよ。ほい。
よほよでやわやわでふにふに。ほっぺだけでご飯3杯はいける。みー、もうお嫁に行けないのです。じゃあ説明を頼む。何をどう間違えたらこんな草野球対決に甲子園ピッチャーのリリーフが登場するんだ。うん、最初はね、普通の野球対決だったの。日南沢ファイターズと沖ノ宮タイタンズはささやかながらも因縁の対決でさ、今回もささやかに大盛り上がりしてたわけ。まあ平たく言えば学校対決ですよね。日南沢と沖ノ宮の学校の因縁試合なんですね。因縁って言ってもまあ和気あいあいとしたものなんだけどね。で、それになんでうちの部活メンバーが参加してるんだ。ユニフォームを着てるやつもいれば私服のやつもいるし、そもそも俺たちって野球部ってわけじゃないだろう。つまり、割といい加減なの。今日たまたまチームに欠員が出たって言うんでさ、それじゃあせっかくだからって言って急遽私たちが乱入することになったってわけ。リカちゃんに聞いた話だと最初のうちは押しまくってたらしいじゃないか。ミーはすごいバッターなのですよ。右へ左へホームランなのです。登場するたびに走者一掃の大ホームランが飛び出すんですの。さとこと違ってちゃんとバットにボールが当たるのですよ。リカ、みー、まあなんとなく話は分かった。あの甲子園ピッチャーが登場するまでは楽勝ムードだったというわけだ。そういうこと。序盤は完全にうちのチームの流れでね、点にはならないまでもガンガン出塁して攻めまくってたんだけどね。たまたまね、今日の試合にあの亀田君が見物に来てたの。小さい頃、沖ノ宮タイタンズにいたことがあるのだそうです。話は見えてきたでしょ。昔のチームが劣勢になって、つまりそれで飛び入りでリリーフ登板することになって、もうバッタバッタよ。出塁は愚か、ファールも打てないありさまなわけ。でもでも、甲子園ピッチャーの乱入なんて草野球の試合でずるいですわよ。お、富田君に岡村君じゃないか。君たちも野球チームだったのか。前原さん。
岡村のバットは今日のためにお父さんがプレゼントしてくれたそうなのですよ。いっぱいいっぱい今日のために素振りとかしてきましたのよ。富田さんなんかやりすぎて手の皮がむけちゃって、ほら気の毒に。あいつ、こいつら相手にも本気で投げやがったな。うん、レナはこんなの大人げないと思う。というわけよ。こうなったらやるしかないでしょ。実戦態勢で。ああ、どうやら本気で行くしかないな。でね、うん、本気で行ってみたの。それで兄ちゃんが大自爆して、自爆って一体何をどう自爆したらこんなに大怪我できるんだ。説明するととてつもなく長いですわね。一つ言えるのはここまでして戦果なしということくらいですわね。ここまで体を張ったのに一点も入れられないなんて。せっかくの秘策も台無しで、かわいそかわいそなのです。でもまあ、失敗したおかげでまだ野球でいられるんだろ。うん、ちょっと兄ちゃんのこの手は野球らしくなかったと思うかな。こうなっては仕方ないでございましょう。ここは正々堂々野球らしく決着をつけるしかないということですわ。そうそう、野球らしく蹴りをつけないとね。野球らしくってのが引っかかるぞ。野球らしく見えれば手段は問わないってことだろう。うん、私たちの部の信条だしね。そういうことですよね。手段を選ばないことこそ我が部の美徳でございますよ。でもカメラがずらーりといるからなかなかズルはできないのです。そうそう、それがネックだったんだよ。これだけの囚人監視があるとなかなか大胆な手が取れないし、
いてててててて。みーちゃんの手は決しておしとやかだとは思わなかったけどな。じゃあここで本題に戻るぞ。今我がチームは1点差で負けてるんだよな。しかももう9回の裏でアウトも2個取られちゃってるの。おじさんの作戦がうまくいってれば今頃は満塁のはずなんだけどな。失敗した作戦を嘆いても始まりませんですよ。へこたれず次の手を打ってこそ我が部でございましたよ。さとこがなかなか威勢がいいじゃないか。ってことは何か奥の手があるってことか。ケイチ君、この子を誰だと思ってるのかな。さとこちゃんだよ。北条さとこちゃん。私が仕込んだとはいえ末恐ろしく成長してくれたもんだよ。僅差を制することに関しては私でも舌を巻く時があるね。ちなみに次の打者がミーでその次の打者がサトコなのです。仕掛けか想像もつかんが絶対何かの罠だと断言できる。俺が敵のピッチャーなら絶対に敬遠だ。そのサトコが俺を呼び出したということは、なるほど、読めてきたぞ。そのためにはケイちゃんの働きが欠かせない。わかるね。これが逆転の最後のチャンス。絶対に失敗できない。おう、わかってるぜ。そんなことを見てろ、俺とサトコででっかい大逆転を拝ませてやるぜ。ではケイチさん、これから手順を説明しますわ。ちょっとお耳を拝借しましたよ。前原さんと北条は何を話してるんだろう。委員長みたいにとんでもない奥の手で自爆しないことを祈るよ。甲子園級のピッチャーなんですよ。いくら北条が得意の罠にはめようとしても。まあみんな黙って見てなって。面白いゲームが見られるからね。代打が出ます。私、小野崎美音に代
って前原圭一で。本当に彼で大丈夫なんですか？圭一くんは甘く見ない方がいいですよ。なんだ、誰かと思えば大ピンチヒッター様じゃないか。やれるかな。大丈夫でしたよ。本気の圭一さんならこんなの朝飯前ですわ。あの、本当に前原さんはあのピッチャーを攻略できるんですか？あんたたちケイちゃんと同じクラスで生活してて何にも感じないわけ？彼はね、ゆくゆくはあの力で世界を制するかもしれない。ケイちゃんと組めば世界制覇は容易だな。世界？悪い、ちょっとよく聞こえなかった。もう一度言ってくれるか？もう一度だけ言う。俺たちを勝たせろ。休み、俺たちを勝たせろだ。お前正気か？俺からの要求は伝えた。返事はどっちだ？イエスか
ノーか。そんなの迷うまでもない。誰がお前らを勝たせるもんか。お前の頭は少し変じゃないのか。ダメだ。君にとって勝利は何だ。決まってる。道徳絶対的で至上目的だ。それは他の何にも変えられない。スポーツマンらしい返事だな。勝利こそ絶対、何にも変えられないってわけだ。そんなのは当たり前だろ。どんな脅しにも買収にも勝利を放棄させるような対価は存在しない。ならば聞くべきじゃないのか。それほど尊い勝利を放棄させるに値する、どんな対価が提供されるのかを。な、何をバカなこと。そんなもの存在するわけがない。君は雑誌のインタビューに、好物は焼肉で、嫌いなものは甘いものだと答えたらしいが、それは嘘じゃないのかい？何？例えば、君が焼肉食い放題に行ったとする。君が皿に持ってくるのは一体何だ？ロースか？カルビか？牛タンの山か？ふふふよな。君が持ってくるのは肉じゃない、食い放題のプリンやゼリーやケーキなのだ。女の子が喜びそうな綺麗で可愛らしくて愛くるしい、そんな洋菓子が大好きなんだよな。好きなのは豪快な骨付きの。違う。お前が好きなのは色とりどりのクリームで優しく優しく可愛らしく盛り付けられたデザートなのだ。まるでフリルやリボンで飾り付けられた無垢な汚れを知らぬ少女を連想させる、そんな透き通った少女のような可愛いデザート。ニキビだらけの欲望丸出しのスポーツ狩りが気がするようにバリバリとムシャムシャと。うわあ、言うな。そうだ、お前はデザートを食べてめでているんじゃない。怪我し十二し、しゃぶり尽くしているだけ。お前はデザートを怪我して楽しんでいるだけなんだ。もう食べた。知られてしまった。俺の密かな楽しみが知られてしまった。も
もう生きていけない。死ぬしか、死ぬしか。バカ野郎、命を粗末にするな。こんな変なことを考えてデザートを食べているのはきっと世界で俺だけだ。俺は爽やかなスポーツマンのふりをした隠れスケベなんだ。そうだ、お前はスケベだ。いやわめくな亀だ。男がスケベで何が悪い。え、男はすべからくスケベだ。だがそれを認めるか否かで男の器は天と地の差を持つのだ。お前は自分に素直だった。それを自慢していい。威張っていい。自分を誇りに思え。そうだ、そして俺はお前に感銘を受けたのだ。デザートはただ単に食後に食べる甘いもの。今までずっとそう思ってた。それは間違ってた。お前がそれを教えてくれたんだ。お前に出会ったおかげで俺は明日から同じデザートを一味も二味も違った味わい方ができるようになるだろう。例えばいちごのショートケーキ、いちごのショートケーキの地味さは、そうだ、どこか古風な六名館華やかなりし頃の正統派のメイドを思わせる。スカートが短い小びた近代メイドじゃないぞ。正統派の清掃の本格派。いちごしかありません。こんなものしかご用意できませんが、どうかご賞味くださいませ。というつつましやかさがいいよな。ご賞味くださいませ。燃える。燃え、いちごしかないからこそ。柔らかく主張したクリームのデコレーションは、さしずめクリフやレース、刺繍飾りのようなものだよな。それを上品な貴族のご主人様のようにフォークで切り分け、いやいや、それを下劣に油汗を浮かせた悪のご主人様のようにしゃぶりつくところがワイルドなのか。いや、それよりいちごを取った後のくぼみの方がイケてるよな。そこに舌をはわせたら、ああ、それってどんな味なんだよ。いちごを取った後のくぼみ。俺もう辛抱できないや。帰りはエンジェルモードでショートケーキを開けるまで見つめて俺のためだけに美しく着飾った少女たちを身を寄せ合って震える少女たちを一人ずつ。
に一つ食べるごとに。次はどの子にしようかと。あの子をふいと思って品定めをして。めでるように顎をこうくいっと持って。カメだ、もう一度だけ言う。俺たちを勝たせろ。それは…ならもういい。お前には頼まん。もういいや、この試合は負けだ負け。もうこんな試合どうでもいいや。そんなことより、試合が終わったらエンジェルモードに行って、フリルとリボンで西洋人形のように飾られた美少女たち、食い放題で行こうかな。今夜は、豪華に徹底的に食い散らかし試合。食い放題。どうした亀田君、言いたいことがあるならはっきりと言え。こんな、あなたみたいな人に出会ったのは初めてです。俺は今まで自分はどこか変じゃないかとずっと思って隠れて楽しんできたのに。何を躊躇するか。賠償が、さっき言ったはずだ。認めるか否かが男の分岐路なのだ。貴様は胸を張れるべき男。さあ手を差し出せ。自らの偉大さを示してみろ。俺と一緒に俺たちの世界を認めるんだ。じゃあ、後でな。とりあえず、試合は今話した通りの手はずで頼むぜ。待ってくれ。せめて、あんたの名前を聞かせてくれ。俺か。俺の名は前原圭一。いや、俺のことはケイと呼べ。ケイ。
子より圭一さんへ。チョビはどうでございましたの？圭一より里子へ。交渉は成功。エンゼルモードで俺と奴のデザート食い放題で妥結した。ミオ、問題ないな？エンジェルモードにデザート食べ放題で2席ね。了解。手配しとくよ。どういう風に交渉したのか実に気がかりなのです。きっとデザートの美味しい美味しい話で盛り上がったのに違いないかな。かな。どうした亀田君、今日は不調かな？この程度の球じゃ笑っちゃってバットを振る気にもならないぜ。おのれ。直球投手に小細工は不要だよ、亀田くん。こんなカーブに引っかかってくれるのかい？この辺りのバッターは。どうした亀田くん、そんなにど真ん中が怖いのかい？まさか天下の亀田くんがフォアボールなんてことはないだろうな。くそ。何者だよあの前原圭一って男は。あの豪速球を前にしてここまでの余裕とは。ふん、叶わないと見て空威張りをしてるだけさ。あんな不真面目そうな男にあの亀田が打たれるはずはない。いや、私は服部とは思えないな。超一流は同じく超一流を見抜くという。あの亀田は紛れもなく超一流ならばこそあの謎の男の進化を見抜ける。まさか本当に？きっと本人はもう野球に魅力を失いゴルフへの転向を希望しているのだろう。天才スラッガーゴルフ界へ移籍か。ボール。これでフルカウントだぞ。
さとこ、これどう見てもやりすぎだぞ。頑張れてございましたよ、ケイチさん。明日の休会はいただきですわ。したか亀田くん、見損なったぞ。ケイさん、これでバッチリ筋書き通りですよね。ああ、でかしたぞ亀田くん。この調子で次のバッターも頼むぞ。こんな試合とっとと終わらせて。食べ放題に行きましょうよ。前原君、この亀田君との決着は甲子園でつけるつもりですか？甲子園？俺は日本球界なんて初めから興味ないんだ。悪いな。よっしゃ、作戦通りケイちゃんが出塁したね。次はさとこちゃんの打順だね。どうするんだろう、どうするんだろう。さあ、でっかいホームランでさよなら勝ちですわよ。バカにするな。俺を誰だと思っているんだ。ケイさん。いや、前原さんならともかく、お前ごときに遅れなど取るものか。お前ごときに本気で投げても仕方がないな。チャンスだ。次の一球は
下投げでのんびり投げてやる。一発くらいヒットを打ってお母ちゃんに自慢できる種にさせてやる。ああいい感じだぞ。実にさりげない亀だ。お主も演技派よの。いえいえ、計算ほどではとってもとっても。でへへへへ。でも計算、いくら手を抜いて投げてもこの子本当に打てるんですかね。いいからお前は決められた通りに投げろ。俺にはなんとなく分かってる。さあ手加減の球を投げなさいな。大ホームランにして差し上げますわ。走る必要もありませんわね。ほらほら、何をしてますの、圭一さん。二塁は向こうでございますのよ。さとこ、お前、野球、得意なんだろ。それを、すべて大振りの凡退だ。しかも亀田くんが登場する前からだろ。ったく、つくづく最後の最後に何か仕掛けるやつだな。いつも言ってましたよ、罠は一つ。それも最後の最後で本当にさりげないくらいで十分なんでしたよ。どうだ、見たかよ、富田君、岡村君、見事ひっくり返してやったぜ。レナもかっこよかったと思うよ。お疲れ様。なんの、こんなの軽い仕事だぜ。佐藤君もあっぱれ。最後は豪快に決めてくれたね。私を誰だとお思いですの？ケイちゃんも見事だったよ。
よくあの亀田を口説き落とせたね。口先の魔術師なのです。リカちゃん、それ褒め言葉じゃないと思うな。しかし本当に圭一さんでなくてはできない荒技ですわね。私にはとても真似できませんわ。ぜひ今度私にもご教授いただきたいですわね。あんな荒技を里子がこなしたら想像するのも恐ろしい。くれぐれも真似はしないでくれよな。いや、まさか本当に勝てるとは。驚きましたよ。里子なら打てるって言ったでしょ。全然信じてくれないんだからな。それに圭一くんだってすごかったでしょ。圭一くんってここ一番で本当に頼りになる人なんですよ。いや、ゴルフクラブで乱入してきた時は本当に大丈夫かと思いましたけど、あの亀田くんとの行き詰まる攻防は手に汗を握りましたよ。さて監督、約束ちゃんと覚えてるよね。これは仕方がありませんね。やったねやったね。圭一くん、これで明日はバーベキュー大会だよ。なんだなんだ、バーベキュー大会？おいおい、一体どういう話になってるんだ？今日の試合に勝てたら高級お肉いっぱいのバーベキュー大会を振る舞ってくださるって約束になってましたが、亀田さんの登場で一時は危うかったですが、圭一さんの活躍で見事獲得できましたのよ。大散財でかわいそかわいそなのです。参ったな。でも約束ですからね。私たちは食うときは情け容赦なく食うからね。何しろ育ち盛りだし。はっ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 は。いいかいみんな、明日は徹底的に食いまくるよ。まいったな。でも仕方ないね、約束ですから。お肉とかを買いにお買い物に行かないとな。監督、約束通り牛肉は高級なのお願いね。野菜ばっかり買って安上がりにしたら許さないからね。とくんでよかったですか、お名前。え、あ、はい。前原くんの出塁がなければありえない逆転でした。ぜひ明日のバーベキューにはいらしてください。
いやいや、それよりもぜひうちのチームに入りませんか？あなたとなら喧嘩を制覇できるかも。監督監督、まあその話は置いといて、今はお財布の心配だけをなさいませ。よろしくお願いしますね。日波沢ファイターズ監督の入江ですよ。前原です。よろしく。すべすべなお手手ですね。キメも細かいし、お手入れも実にいい感じです。はあ、サワサワ。はあ、ちょっと当家のメイドたちにもこれくらいの肌のお手入れはするよう厳命しなくてはいけないですね。お手入れの悪いメイドたちにはお仕置き、お仕置き。メイド？何の話をしているんですか？はあ、こんなすべすべな手でご奉仕ご奉仕。はあ、すべすべ。